海と日本プロジェクト in 徳島。ここは麦町にある手羽島。この手羽島にとても珍しい海藻があることを皆さんご存知ですか？その海藻の名前は白玉藻。中生代の白亜紀に繁殖したシャジクモ科に属する海藻で、昭和47年に手羽島御池の白玉藻自生地として国の天然記念物に指定されています。これだけ貴重なものですからね、後世まで大事にね残していきたいと思いますけどね。島の南西にある白玉藻自生地のお池は、山側から淡水、海側の石の隙間からは海水が適度に流入し、海水と淡水の割合が2対1という生息に最適な条件となっています。白玉藻は世界で4カ所のみに自生していると言われ、かつては秋田県の八郎潟にも自生していましたが、干拓により絶滅したそうで、現在国内では手羽島のみで見ることができると言われています。池の水深にしたってね、昔のままですけどね、波のために石が落ちてきたっておかしくない状態なんですけどね、昔の状態ずっとやっぱり保ってますね。展示の仕方ですか、その辺をもう少し整備して一般の人が来て見たってちゃんと分かるような、そういう展示物が欲しいんですけどね。1億4千万年の長い歴史があるんですからね、長い単位でね白玉藻も長生きしてほしいと思いますけどね。日本では手羽島にしか自生していないと言われる白玉藻、この海洋環境をいつまでも守っていきたいですね。海と日本、今日も見てくださりありがとうございました。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。